M5M5M5 とは1982年にソード、後の東芝プラットフォームソリューションが開発、発売したパソコンである。主に電気店で販売された。同時期に、宝、後の宝富から OEM としてゲームパソコンの名称でゲームパッドを付属した仕様でガングテルートで販売された。 宝は後にゲームパッドを除いて1万円安くしたゲームパソコン M5 を販売した。ソードから発売された製品は M5 で小文字の M だが、宝から発売のゲームパソコン M5 は大文字の M である。M5 はそれまで業務用パソコンのベンチャー企業だったソードが大企業と同じ土俵で渡り合う製品として、初めて家庭用のコンシューマー市場にリリースしたパソコンである。 一方、宝は1970年代末期から始めた LSI ゲームが大きな売り上げとなっていたこと、アメリカの当たり者からゲーム専用機のあたり2800が日本へ輸出されることから、ゲーム機なら親が難色を示すがパソコンなら理解を得やすいとの思惑からソードと組むことになった。ロムカートリッジとカセットテープによるゲームの供給も行われ、特に本体発売初期にはナムコ。 あとのバンダイナムコゲームスのアーケードゲームが多数ラインナップされた。初年度に10万台以上、月産1万台と当時のパソコンとしては大ヒットしたが、1983年に MSX や任天堂のファミリーコンピュータが発売されると販売が震るわなくなり、1年半後の1984年に市場から撤退した。広告キャラクターは森尾由美。 アップル2のように各種仕様を公開したので熱心なホビーユーザーの支持を得た。韓国ではゴールドスター金星電子が FC-150 という名称で販売。また東欧諸国でも互換機が販売された。互換性はないものの基本的な設計や性能は後に発売された MSX セガの SC-3000 と類似している。 本体の詳細な仕様はソードから書籍、モニターハンドリングマニュアルとして公開されていた。CPU は当時の標準だった Z80 3.58MHz。メインボードに Z80CTC を搭載しており、割り込みを多用してきめ細かな管理を行っている。CTC は VDP からの割り込み要求も仲介している。 VDP にテキサスインスツルメンツ社のトムス9918を採用し、256192ドット16色表示と16、16ドットの単色、スプライト表示が可能だった。出力信号は、NTSC、いわゆるビデオ出力及び RF 出力である。音源には、SN76489 を採用し、 3チャンネルの区形波出力と1チャンネルのノイズ出力が可能である。いわゆる PSG であるが、M5 では PSG ではなく SGG と呼んだ。ハードウェア的なエンベロープ生成機能はないため、M5 ではモニター、いわゆる BIOS に当たるの機能として、Z80CTC からの割り込みを受けて、ラム上の波形データに従い音量を変化させることで、ソフトウェアによる エンベロープ生成をサポートしていた。キーボードは本体一体型のいわゆる消し、ゴムキーボードである。各キーが長方形の一隅が斜めにカットされた五角形となっているのが特徴である。シフトキーは両サイドにあり、スペースキーは右シフトキーの上にある変則的な配列だった。キーボードはエンコーダーではなくソフトウェアによる制御である。 CPU の負荷を軽減するため、グループに区切って合い、オーポートを割り当ててスキャンすることで、簡略化し、なおかつ割り込み制御を行っている。本体のラム容量は 4KB、内蔵モニタロム容量は 8KB、V ラムは 16KB、別売の増設ラムカートリッジにより 32KB まで拡張することができた。カートリッジスロットがあり、 ゲームソフトやベーシック等の言語のカートリッジを挿して使うほか周辺機器の接続にも使われた。その他のインターフェースにビデオアイ,カイ、プリンターアイ,カイ、ジョイパッドアイ、カ,イカセットテープアイ、カイがある。カセットテープアイ、カイの転送レートは標準で 2000bps。データレコーダー用のコントロールチップは用いておらず、タイミングは CTC と プログラムで作るソフトウェア制御である。そのためラム上のパラメータを変更することにより、理論値で1600から 3200bps の範囲で変更が可能。モニターの機能によりセーブ時はカセットテープにマーク周波数が記録されており、読み込み時には自動的に転送レートを検出した。ベーシックは本体に内蔵せずカートリッジで提供。入門用ベーシック。 ベーシック I、整数型のゲームベーシック、ベーシック G、実数ベーシック、ベーシック K の3種類。いずれのベーシックカートリッジも 4KB のラムが搭載されていて、本体内蔵ラムとの合計で、ラム容量が 8KB に拡張される。1画面の文字数は32文字24行、または40文字24行。40文字表示では、英数字以外は、 フォントの右にドットが書ける。入力モードによりカーソルの表示が変わる。コディチェ1英数字、コディチェ2カナ文字、コディチェ3グラフィック文字。内蔵のカナフォントは、ひらがなのみで、カタカナのフォントは入っていない。ベーシックは、暗視準拠だが、コマンドの大部分は、ソード独自仕様で、マイクロソフトベーシックの体系とは異なる。ベーシック G は、 当時のパソコン雑誌のベンチマークテストで、ナミール高級機に並んで Z80 のインタープリター言語では最速を誇り、一部のコンパイラーにも迫る速さを見せた。ベーシック G のユーザーメモリは、ベーシック I の2倍ある上、ほとんどの命令をハードウェアの割り込みで行っていた。そのため、スプライトを移動させるムーブ命令など絵を描く、命令や音を出しているとも処理は独立していたため、 CPU が開放されて他の処理や命令に取り掛かれキーボードやジョイスティックの入力を受け付けた。スプライトの処理は大幅に強化され座標を指定するだけでスプライトが自動的に移動するムーヴ命令、スプライトを複数組み合わせて一つのスプライトとして扱えるジョイント命令が用意された。サウンドについてもベーシックアイがポケ文やアウト命令を使うしかなく 扱いが面倒だったのに対して、プレイ命令で簡単に音楽演奏機能を扱えた。M5 の開発者が趣味で日本語ベーシックを開発したが、発売はされていない。ソードは簡易言語のピップスのメーカーであり、M5 にもフォークという簡易言語のカートリッジがオプションで用意され、表計算などにも使えた。10個のコマンドがあり、カートリッジ搭載のラム容量は5キロバイト。 拡張ラムカートリッジ EM-5 に対応しており、2ページのデータページを9ページに増やせる。各、ロムカートリッジは 8KB の容量で4800円。ジャンキョウのみ 16KB の容量で6500円。各2800円。各1800円。シミュレーションゲーム。各5200円。ハードコアというユーザーズクラブがあった。会長は後に、 ゲームスト EX 氏の2代目編集長及び、任天堂ドリーム氏の三代目編集長となる、岩井広之、副会長は、月刊アルカディア氏の2代目編集長である、杉田哲郎である。M5 のコントロールパッドは一部単々が内部では2つ、接点を持っており、左側を押すか、右側を押すかで入力が変わる。ムーンパトロールの操作ガイドでは、左側を押すとジャンプ、 右側を押すと発射と説明がある M5Jr. に付属するジョイスティックは上下の2ボタンになっている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。